今は入ってこない方がいいよ。命が惜しかったら。はあ、バカなこと言ってないでどけ。マジで忙しいんだよ。ちょっとおい、誰か店を。5月はそんな格好で生きてんのかお前ら。コーヒーこぼしたからシミになる前に洗濯しようと思ったのよ。